引き続き今回も高面さんで盆栽の旗揚げの切り込みの体験を高木さんがしております。はい、じゃあ小口さんまたお願いします、はい。前回は大きいサイズのしがしらがありました、はい、またこれは全体的にも使うので、根の切り方とか枝の切り込み方がちょっと今回のとは違ってきます。で今回のこの原木、うん、これは別な動画でやったしがしらの二度掛けをした材料の元の原木になります。これを鉢にあげて2年枝をちょっと作ってから取り木をする、こういう原木になります。もうこれは 100% 取り木を前提に剪定をします、うん、まあ手順としては同じなんですけど、まず最初に土をある程度落とします、はい、こっから2年枝作るんですね。で、あの取り木かけてるってことですか。うちはね、まあ、1年でやっちゃう人もいます。あ、じゃあただ完成まで4年ぐらいかかる。まあ完成というか、その取り木をするまでね、これで鉢にあげるでしょ、うん、でまあ今年と来年枝を作って、で再来年に3年目に取り木をして、4年目の春に鉢にあげる。だからまあ年度的に言うと3年だよね。3年して4年目の春に鉢にあげる。でもここに来るまでに接ぎ木された苗木を畑に植えて3年。気が遠くなる。でその太り具合によって、はい、畑でもう1年追加でやる場合もあります。そう考えて安いな。確かに。根っこをこうね、まず切っていくんですけど、はい、今回は取り木が前提なので、はい、この根は使えません。ですから、はい、とりあえず、鉢に入れば大丈夫です。まあ、だからといって、あまりこう、丸っこい根っこだとか、長すぎる根っこだと鉢に入らなかったり、はい、安定しないので、まあ、とりあえず上に飛び出ちゃいそうな上根はやっぱりこう、外します。いらないとはいえ、根っこが鉢から飛び出てじゃあ何もならないので、はい、上にやった後に、はい、この切り込む度合いなんですけど、今度はある程度鉢に入るぐらいの、そんなにリスキーな切り方はしなくて大丈夫です。ただ、植えた時に丸いとこうグラグラしちゃうので、一応底根は綺麗にはさらないですけど、とりあえず平らなぐらいにはしてある。はい、これは、うん、そのまんまもし使っちゃうんだったら、はいはい、この辺で切るんですよ。はい、その根は使わないので、はい、まあこれじゃ長いから他を根っこを詰めた高さに合わせたぐらいにこう切っちゃってあるんで、前回やった少し大きいサイズのやつは少しこう太くてもその先でほぐす感じでやったんですけど、はい、同じほぐすんでも今度はこのサイズじゃなくてこのサイズを想定して枝を作るんですね。小さくするからもしかしたらこれよりももっとちっちゃくこういうサイズで取り木をするかもしれないので、ごつい枝は残さなきゃいけないんですけど、前よりももうちょっと短く、将来的にごつい枝が分からなくなるように感じで枝を詰めていきます。一応 目を気にした方がいい。 目に気にした方がいい。目は残さないといけないので、一応今のところ構想的にはこんな感じ。その辺で取り木をかけると今のところね。はい、玉木さんはどの辺で取り木する予定ですか。この辺、この辺で、やっぱりね、どんな木でもそうなんだけど、将来ここでこうしたらいいなっていう構想をして、はい、枝をこうやっていかないと頭の位置だったりね、はい、この下枝だったりその通りにはいかないんだけども、こうしたいという設計図を頭の中で描きながら切っていくと切りやすい、はい、いくらこの粘りはねもう使わないとはいえ、やっぱりこのサイズだとやたら5寸とかよりもこういう4寸ぐらいの鉢にこう入れて下で出ていきたいんだけど、これだとほらキツキツというか、そうですね、厚さも飛び出ちゃうじゃないですか、はい、少しその4寸にいくら下の根は使わない予定だとは言いながらも4寸ぐらいに入るような、さっきはこれをスパンと奥まで切っちゃったけど、はい、細かい根を残しつつ飛び出ちゃう部分だけをこう切って、すとこういう風に、はい、今度は上なんですけど、こっちを正面にするかこっちを正面にしたいかなんだけど、こっちだとここに正面に強い枝があって、はい、ちょっと邪魔になって切るようになっちゃうし、逆にこっちの裏枝がなくなっちゃうんですね。としては多分こっちを表にして、こっちは
裏枝に使って、うん、細かいのを外して、で、そうした場合に、てっぺんはこれでいいのかなと。で、取るサイズ感も、この辺、これを一の枝に強いから一の枝に使えば、ちょっと株立ちっぽくすればこのぐらいだし、まあ、どっちにしても、このサイズ感でいくと、この3本は角みたいに上に出ちゃってるから、これはね、真上に上がっちゃってて、元にここに芽があるので、こう、やっぱりこの間がいつになっても消えなくて、闇になっちゃうので、うん、まあ、だいたいね、この辺はね、後でリカバリーできるので、要所だけ押さえている、いい仕事なんです。まあ、シガシラの取り木を前提としたミニ盆栽を作る苗木の旗揚げの切り込み方。はい。シガシラの感想は？言い訳を言いますと。言い訳をください。やっぱりこう、怖いじゃないですか。切るのはね。はい。うん、なので、ある程度、ここら辺なのかなのちょっと一個手前まで切ったっていう言い訳をさせて。言い訳大事ですか。そうです。それで答え合わせをした今、うん、あ、なるほど、ね、やっぱそこでよかったんだなっていうので一応言い訳で、言い訳でした、はい、ありがとうございました。で、もう一本、あともう一種類だけね、今度は心拍、ある程度これの3分の1ぐらいに一旦ちょっと作業しやすいように全部こう切っちゃいます。無限に挿し木ができますね。この種類はね、あの杉っ葉が出づらい方の種類なんですよ。これの挿し木の成功率が3分の1ぐらいなんで。あ、そんなに低いんですか。うん、やっぱり100本欲しかったら300本ぐらい、うん、で、普段よく目にする絹糸症って、はい、よく最近出回ってるやつは、うん、あれはね、100本刺すと120本ぐらいになるんじゃないかっていうぐらい月がいい。なるほど。そしたらまたさっき の他の臓器と同じで、やっぱり最初に根っこを切るので、この土を全部落とします。体験楽しいですか。楽しいですよ、めちゃめちゃ。めちゃめちゃ楽しい。めちゃめちゃ楽しい。今の時期ってあんまり、そうですね、でこういうことできないじゃん。切るものが少ないからね。はい、ちょっと高さっていうのがね、臓器ほど明確に出てないんで、まずはね、ちょっと輪郭、うん、ある程度このとりあえずまた切り戻せるように、さっき言った通り少し大きめでもいいので、ちょっと輪郭をね、大きくなるように丸く。でなんでいっぺんでさっきみたいに臓器みたいにやらないかっていうと、もしかしたら曲でね、この辺曲があってね、この辺の根っこいらなくなっちゃうかもしれない。曲がどこまでいってるかがよく見えてないので、今はね、そこはね、ついてる、あのポットのまんま植えちゃった。こういうでかい、もう、もうそういうのも来ちゃってる、来ちゃってる。少し軽くなってきたら、この枝のほぼほぼここについてる今の枝っていうのはほぼほぼみんな使えないんですよ。ふかし直した胴吹きしたやつを使うんで。でも雑木のように葉っぱを全部なくしちゃうと枯れちゃうので、いろんな枝もここまで長くなく、その最小限の量に一つの枝のこの辺2枚とか3枚残したようにちょっと一旦ね、一つの枝ごとに最小限の葉っぱにまず一旦ちょっと落としてみる。上位。下から2、3個枝を残して切る。これは枯れないために残すだけで、使う枝じゃないから、はあ、あんまり気にしないで。気にしないで。そのまんまのサイズでこう鉢開けると、とんでもなく早くなっちゃうんで。小木さんの方の心拍の大きさ。全然違いますね。ね、そこまで行っちゃっていいみたいな。枝数も多いのかもしれないですね、こちらは ね。ちょっと多いかもしれない、うん、葉っぱ残さなきゃ枯れちゃうんだけど、はい、あんまりつきすぎてるとその木の骨格が見えなくて、あ、その根っこを作る段階でね、はい、どこまで切っていいかとかっていうのがあるので、あと、うん、吹きにくくなるんですかね、上に多いと。あ、うん、まあ、それもあるし、難しいところなんだよね。ある程度ちょっと骨格が見えた時点で、これ枯れ枝とかがあるんで、はい、これを取るんですけど、やっぱり決してね、引っ張って取っちゃダメなんですね。目当たりがやっぱり残っていて出るから。かといってこの先っぽはどうせいらないから、ちょっと雑にしちゃってもいいんだけど、はい、これ元の方のこういう懐の方の葉っぱを取ったり、この辺から吹いたら使えるかなぐらいのところのやつはやっぱりきっちり切っといてあげて、決してむしったりはしない。幹のこういう皮も必要なければ無理に取らないで置いといた。心拍の皮は残しておいた方が
芽が吹きやすい、去年、うん、教えていただいた、ね、はい、もっといけるですか。まあもうちょっといけるけどね。まあこういう風になってきた時に姿見えてきたじゃないですか、はい、意外とこの辺の畝がね、ここまで根っこはあるんだけど、幹が下の方まで結構しっかり太いのがあるんですよ、うん、いいですね、うん、でやっぱりね、そこまでねもったいないから使いたいんで、ちょっと上根の方をこう取ってね、で逆にこういう根なんかは使わないけど枝の陣と一緒でちょっと残しておいて、ここでスパンって落としてもいいんだけど、傷みたいに見えちゃうんで、うん、こういう状態、ねじゃりみたいな感じ、ねじゃり、ねじん、こういう風にしてもいい。まあもちろんすっぱり切っちゃってもいいんだけど、こういう風に将来やれるような感じにしておきながら、うんうん、使う根の高さをちょっと下げたんですね。下げて幹を見せるために、で、ある程度やっぱりさっきと同じで上にこう突き出た根っていうのは使えないから、上のところをちょっとこう整理して、うん、あとは鉢に入るサイズに整えた。でやっぱりこの時もいくらそこそこ太さがあっても、将来入れる鉢って削ったりするからちっちゃくなるじゃないですか、うん、このボリュームじゃなくて、この時の想定してなるべくこの強い根は短くしといた方がいいんですよ。でそこから骨ができて、で心拍は割とね、ちょっと根っこがあればね、行き着いちゃうんで、意外と移植に強い木なので。いやでも心拍でもこんな根切れないよね。まあ怖くてできない。こういう風にしとけば必要な感覚なら、例えばこの普通ね、これでこの後5寸ぐらいの鉢入れるんだけど、このぐらいの鉢に入るようにこうやってしておけば、この強い枝全部取っちゃって、はい、柔らかい枝にこう張り合ってる形を作った時に、うん、4寸ぐらいの鉢に入るような座にこの強い根をこう切っとけば、ここから先は細かい根だから、うん、後でねいくらでも切れるんで、やっぱりねこういう根にねしといてあげるのは最初は肝心。だこんだけ上切ってるから下も切れるってことですね。理屈は一緒、臓器も小白も、はい、上のボリュームをこんだけ減らしてあるんで、うん、根を切っても大丈夫、はい、普通の植え替えでこんなに切ったら枯れますよっていう。まあそうですよね、確かに。まあことです。でとりあえずはこれで、まあこれより一回り大きい五寸鉢に入れる予定です。で、こうやって入れて何年かして胴吹きしてきて、元の芽がもうちょっと強くなってきたら、その都度こう枝を落としながら立て替えて、多分3年ぐらいすると立て替えられるかな。はい。で、はい。はい、ですけど、やっぱりね、これが普通だと思います。やれなくて。とはいえ、このまんまこういう風にしたんだと。はい、なかなかこういうで胴吹きもねしづらくなるし、はい、さっき言った通りこういう強い根とかがこうズドンってあって、はい、そっから根分かれしてて、そっちでしっかりこれに入るような鉢だともっとでかい鉢入れちゃうでしょ、はい、そうね、元の根がやっぱりね必要ないから死んでちゃうんですよ。その先の根は強くどんどん出るけど、やっぱりで皮むいたりちっちゃくした時に入れようと思うと元のように細かい根がないので、はい、今みたいにこんな根がない状態になるので詰めづらくなる、はい、さっき言った通り一つの枝で最小限の芽があればいいので、これ使えないのでね、ここに芽があるからこういうやって切っちゃって、これね枝数すごく多かったね、やりづらかったかもしれない。でこうなってくるとさ、少しさ骨格がこう、はい、見えてくるじゃないですか。この辺まで根っこがあってこの辺の幹が太いから、ここまで埋めちゃもったいないですよね、うん、そうなってくると、じゃあこの辺少し見せたいからっ て、この辺の上の方の根を、これ今上根なんですよ。これがちょっと気をつけなきゃいけないのが、これは今スパンと切ろうと思ってるんだけど、はい、パッと見た時にここを切ったこの切った時にこの先が極端に根細になっちゃったりしてるとちょっとかっこ悪いので、それをこう確認しながらこう抜いてやる。そうすると一段根の位置が下がって、ちょっとここまで出せるようになってきます。で少し根を整理して、こんだけいっちゃっていいみたい。
想像つかないです、まあ将来的にはこの根元の一曲をこっちで見せながらいくか、逆にちょっと角度変えてこっちで一番太く見える、この辺を見せながらいくかとかっていうのはこの後いろいろとやりながら、はい、なんとなく見えてきたでしょ。鉢に上がるとちょっとこんな感じ、いろいろ角度はいろいろこうなるだろうけど、いきなりそうと見ると、ね、ここのねちょっと暗くて映るかどうかわかんないけど、ここにもねねじれの一曲があるんですよ。ありますね。ぐーっといってぐにゅぐにゅってこの辺まで、この辺も粘点してるので、まあ、削っても面白いだろうし、下の枝払っちゃって上の方でねじれたところを強調しても。どうでした感想は。感想はもう想像つかないですよね。あれからこんなやっちゃう。確かに金箔の原木それから掘ってみました。はい、はい、いや本当に貴重な体験で楽しかった。元気ない。いやめちゃめちゃ楽しかった。楽しかった、はい、楽しかった。これで足りないのかなっていうのが、まあ、雑巾の方が強いイメージはあるんですけど、不安がすごい。まだ疑心がある。まだあるよ、まだ僕の中では。小さくから小学校の中でも一番ね、強い子なんで。そうですね。去年も多分言ってましたけど、自己責任でやる人は。真似する人は自己責任でお願いします。あの去年もね、そうやって言ったんだけど、起点の手数言われたけど、真似しようにも真似できないと、やる機会がないんだよ、と。ただ、一つね、ここのやり方って鉢に植わってたやつでも、全然通用する理屈なんだけども、竹みたいに樹勢の強い木と、もし栄養不足とか元気のない木なんかは、一回ちょっと鉢緩めて、肥料がっつりくれて一年してからやるとか、それをしないと、やっぱりね、人間と同じでね、体力の落ちてる時に手術すると術後が悪いのと一緒で、やるからには元気にしてから。元気にしてから。元気のない状態は一回元気を回復させてからやる。なるほど。はい。ご注意くださいと。はい。貴重な体験をありがとうございます。ありがとうございました。面白いかどうかはわかんないですけど。面白いです。十分面白いです。ありがとうございます。動画のご視聴ありがとうございました。はい、盆栽Q ではスポンサークレジットを募集しております。詳しくは概要欄をご覧ください。よろしくお願いします。こんなお得な企画ができたんですか。そんなにお得な企画ができたんですか。広告です。広告です。はい。ぜひ。お願いします。